でも大丈夫。実は LINE でもこのチャット GPT 使えるんですよ。こんにちは。音楽でお子様を育てるオンライン音楽教育科の滝沢由美です。3人の子育ての経験と1000組以上の親子から得た知識をもとに音楽でお子様を育てるいろいろなお話をしています。今日のお話は今話題のチャット GPT です。もちろん育児で大変なこのお話を聞いているパパママはきっとなかなかパソコンにゆっくり向かう時間がないのではないでしょうか。でも大丈夫。実は LINE でもこのチャット GPT 使えるんですよ。それでは実際にチャット GPT どのようにやるのかやっていきましょう。お手元に携帯をご用意くださいね。はい、それでは、携帯の方を見ながらねご説明していきたいと思います。まずですね、 LINE の方開いてみてください。そして、ホームの方、ここから検索をかけていきます。でこの検索はですね AI チャットと、入れていきます。そうしますとですね、 AI チャットくんというのが出てきますので、これをタップしましょう。はい、ここでですね、お友達追加をしていきます。はい、追加ボタンを押します。そしてトークをしてみましょう。さあ、 AI チャット、これね、まあ、共有ボタンちょっと出てきますが、この下にありますね、キーボードを開いて入力、またはね、タップして開くの左側をタップしましょう。ここにメッセージを入れて聞いてみたいと思います。それではこちらね、皆さんの興味がある、そうですね、夜泣きがひどいのでということで相談してみましょう。夜泣きが、子供のですね、子供の、これね、具体的にね、いかにいい質問をするかがいい答えをもらうかの鍵になってますので、ぜひね、そこだけは頭を使って、はい、あとはもう AI に任せましょう。子供の夜泣きが激しくて寝不足ですにしましょうか。寝不足です。何かいい方法ありませんかって聞いてみましょう。何かいい方法はありませんか。はい、聞いてみますね。聞いてみました。しばらくすると答えが返ってきます。待つこと、1、2、3、4、4秒くらいですかね。はい、こんな答えが返ってきましたよ。以下のような方法があります。はい、子供を、1、子供をあやす。子供をあやすことでリラックスさせ、眠りを誘います。まあ、眠ってくれるのが一番ですけど、なかなか子供をあやしても寝ないのが悩みですよね。2、音楽を流す。穏やかで静かな音楽を流すことで、子供の心を落ち着かせることができます。と書いてありますが、これはですね、本当に子供が寝る音楽っていうのがありまして、YouTube とかでもね、子供が寝る音楽って検索すると、まあ、反町さんの曲とかね、出てきます。あとは、クライベイビーでしたっけ？東京リベンジャーズのね、主題歌になった曲、あの曲とかですね。あとは、これ私の、YouTube にあります、七夕。なぜか、あの曲がですね、寝ます。はい。寝ますし、泣き止みます。はい。そして、やっぱりね、この音楽っていうのは、人間の心をリラックスさせて、眠りに誘う働きもあるので、活用してもらいたいと思ってますよ。3番目ですが、手作りの眠りグッズ。子供がお気に入りのぬいぐるみや布団カバーを自分で選ぶことで安心感を与えてくれることがあるため、手作りの眠りグッズを作ることをお勧めします。どういうことかな？例えばガーゼ、でもガーゼってね、新生児はちょっと危ないじゃないですか。ぬいぐるみとか、まあ、子供、赤ちゃんじゃなければ本当に何かね、ガーゼとか毛布とか、こう舐めるものとか、あと、うちの子は私の髪の毛を触りながら、なんだか寝ましたね。多分、おんぶしてたりすると、後ろからね、こう髪を触ると、それが安心につながったのかなと思いますよ。はい。そして4番目、ストレッチ、マッサージをする。アロマオイルを使用した優しいマッサージやストレッチをする。
ことで緊張をほぐし眠りを深めることができますとありますが、何歳かまでは確かアロマオイルって、ね、あんまり使っちゃいけないっていうことを聞いたことがあります。ここはちょっと信憑性に欠けますね。そして5番目、定期的な寝室の空気の入れ替え、まあ、これ大事ですよね。あのリフレッシュというかね、あのフレッシュな空気、きっと森林浴ができるぐらいに澄んだ空気の中で寝たら大人も気持ちいいと思うんですけれども、はい、定期的に寝室のドアや窓を開けることで空気が循環し空気の清潔性が保たれますということです。そして6番目、睡眠器具を管理、子どもの寝具や枕、毛布を行き届いた状態で管理し清潔に保つことが重要です。まあ確かに汚いところでは寝れませんが、皆さんね、なんだかんだやっぱり赤ちゃんの衛生ってすごくね、お子さんの衛生とかも気を使っていると思うので、これはちょっと当てはまらないかなって感じです。そして最後、ストレスを減らす、まあ親もそうです。親がストレスをためないように自分自身のメンタルケアを行い、子供と共に心地よい睡眠を作り出していきましょう。と書いてありますが、本当にね、お母さんの心理状態を赤ちゃんと読むことができるんじゃないかと思うぐらい、意思疎通がね、すごく言葉は発せられないけれども優れているなって感じることがあります。なので、まあお母さん自体はね、やっぱり寝ないとオロオロしちゃいますし、特に夜ね、泣き声が大きいと近所に聞こえたらどうしようなんて思ってしまいますけれども、昔よくね、おんぶしながら、夜泣きをしたら外に出るっていうこともあったみたいですが、今このね、ご時世なのであまり治安が良くないので、外に出ることは、まあ、車だったらいいかなとは思いますけれども、やっぱりちょっと危険が伴うかなと思う時代になってきちゃいましたね、残念ながら。はい、こんなことがね、教えてくれました。これね、注意しなくてはいけない点が一つありまして、1日に3問までしか聞けません。この先は、有料版になってしまうのでちょっと注意が必要ですよ。それでは、今はね、こう分からないこととか困ったことがあった時の対処法ですが、例えば話し相手になってもらいたい時ですね、ちょっともうなんか、メンタル的にちょっと辛いわっていう時の話し相手になってもらいたいなと思った時の質問してみましょう。例えばそうですね、メンタルやられていますが、助けてくださいにしましょう。メンタルやられていますが助けてくださいと質問してみましたよ。そして、はい、今ね、送りました。さて、だいたい5秒なので、1、2、3、3秒。まあまあ、ちょっとお話ししてたからですね。3秒で答えが返ってきました。さあ、どんな答えが返ってきたか楽しみですね。すごい優しいです。ご安心くださいときました。メンタル面の問題は適切に対処すれば改善することができます。以下にいくつかのアドバイスを紹介します。できましたよ。1. ゆっくりと呼吸をする。深く呼吸をすることでリラックスし落ち着きを取り戻すことができます。これは本当にそうだと思います。慌てちゃうことってね、人生においてたくさんありますが、そういう時こそ慌てないで深呼吸すること、本当に大事だと思います。そしてその次、心を休める。瞑想やヨガなど自分自身をリラックスさせることができるアクティビティを行うことがおすすめです。やります。まあ確かにそうなんですが、そんな休まっている暇がないほど子育てって忙しいんですよね。でも、ちょっとでもいいですし、トイレという空間を活用してもいいですから、こう一人でね、ちょっと5分でも3分でも、自分の時間が作れるといいですね。3、健康的な食生活を心がける。バランスの取れた食事をとることで、健やかな心身を維持できます。まあこれね、食べ物で私たちの体ができているっていうことを考えれば、本当に当然のことだと思うんですが、体にいいものね、を食べるといいかなと思いました。特に、女性は豆アレルギーの人がなければ、大豆とかね、本当にいいかなと思いますが、まあ、赤ちゃんのアレルギー、母乳あげてる人はね、やっぱりその辺もちょっと注意が必要かなと思います。そして4番目、自分自身をいたわる。まあ、これ本当に大事です。もう自分自身でいい子いい子ってしてあげるね、時間がないと本当に持たないと思いますよ。
好きなことをしてストレス発散をすることも有効です。そう、何かね、趣味を持っているといいかなと思います。何でもいいですが、その趣味に取り掛かる時間がないから本当にね、メンタルやられちゃうんですよね。でも作るっていうこともすごく大事だと思います。少し余裕が出てくると、きっと夜早く赤ちゃんとかお子さんは寝てしまうと思うので、夜の時間を活用してみるのもいいかなと思いますよ。私も夜子供が寝たら、なんだかミシンで、子供の遊ぶお人形さんの洋服作りをしたりとか、子供がね、まだ一番下の子が生まれてない時、女の子が2人だったので、3人お揃いのお洋服を作るとかですね、主人の分はどうしたのみたいな感じですけれども、そんなことをして何だかストレス発散していたような記憶があります。そして5番目、心理セラピーを受ける。もうここまで行っちゃうとやっぱりかなりね、重症だと思うんですが、どうしようもない時はやっぱり LINE でね、今簡単に心理セラピーをね、受けることもできますので、家にいながらも活用できると思います。専門家に相談することで適切なカウンセリングや治療を受けることができます。上記のアドバイスを参考に、自分に合った方法でメンタル面の問題に対処してくださいっていう感じでね、結構助けてくれるんではないでしょうか。はい、今日はですね、チャット GPT ならぬ AI チャットくんというね、気軽にできる AI を使った問題の解決法とか、お母さんの話し相手になるとかっていうね、気軽に活用できる方法をご紹介しましたよ。よかったら早速やってみてくださいね。はい、このね、音楽で子育てのチャンネルは毎週日曜日10時にアップしています。もしよかったらチャンネル登録して毎週お楽しみください。そして、育児にご活用していただけたら嬉しいなと思います。また、いいねなども大歓迎ですよ。今日もお話を聞いてくださりありがとうございました。また次回よろしくお願いしますね。